伊豆箱根鉄道五0系電車は、伊豆箱根鉄道大大山専用の九百八十四年三月十八日から運転を開始した通勤系電車である。追設された車内案内表示器それまで、太遊山線の主力であった休憩国電や相模鉄道からの譲り受け車を置き換える目的で、九百八十四年から九百九十六年にかけて三両編成七本が、 等急車両製造で落成した。スンズ専用の3000系をモデルに製造され、伝送品やブレーキシステムは3000系と共通だが、車両限界が異なるため車体幅は 2800mm で、裾絞りなしの形状となっている。従来太陽山線の車両が1 7ル車で、あったのは緑町駅近くに半径1 0 0ルの急曲線があり、 車両の大型化が難しかったためであったが、この5000系では、連結面間隔を広げて対処し、18メートル車とされた。発電ブレーキ装備の抵抗制御車としては珍しく、スンズ線3000系二次車以降と同様に付随車遅れ、米制御を有する。また、編成中の補助電源装置は、電動発電機もしくは静止系インバータを一機のみ、搭載していることから、 これが停止してもバッテリー電源により自力運転できるよう商業量のインバータを別途有している。すり革が2005年から変更されているほか一部車両には車内案内表示機が設置されている。車内は当初はロングシートのみであったが第5編成以降はセミクロスシートとなっており、クロスシート部分は一部を除き関東地方では 数少ない転換クロスシートを採用している。同じく、関東地方で転換クロスシートを採用している、K、KQ2100 型とは異なり、任意の転換も可能である。昭和59年製造。車体は普通構成である。太遊山線は、小田原駅か、太遊山駅しかないため、全面行き先表示器は、字幕式ではなく、バイナリーヘッドマークと称される装置を採用した。 小田原と太陽山の表示を固定掲示して裏から電灯で照らすものである。光線の具合によっては点灯していない方の表示を読み取ることができる。昭和61年平成元年にかけて製造。第二編成からはステンレス製軽量車体に変更された。第二編成は当初第一編成と同様、先頭車の連結側に貫通扉がありつま窓は二段式であったが、 扉は後に撤去されている。これは第一編成も同様である。抵抗制御による制御装置、モーターがこの時期にはすでに日本の鉄道車両において主流ではなくなりつつあったものの引き続き採用された。補助電源は第一編成がブラシレス MG なのに対し第二編成以降は SIV に変更されている。 第3編成と第4編成はほぼ同じものであるが、第4編成は当初側面のシャモンが赤で塗られていた。当初から貫通扉がなく妻窓が加工式になり、ドアエンジンが静音系の同時期製造を打球8000、軽電車同様のものへ変更されたのが主な変更点である。平成2年製造。中間車の扉間の座席は転換クロスシートとされた。 扉横も含めすべての座席が任意に転換できるが、扉横の座席と扉付近のスペースを区切る仕切りは存在しない。また、各車両の側面に小型の LED 式行き先表示器が設置された。第6編成は平成6年、第7編成は平成8年製造。前面に排焼機が装着され、パンタグラフは菱形から下枠交差型に変更された。 また、行き先表示器は、バイナリーヘッドマークから、LED 式に変更された。内装については全車両の扉間の座席が、クロスシートとされたが、第5編成と異なり扉横の座席は、固定式とされ、中間のみ転換クロスシートとされた。したがって転換可能な座席数自体は、第5編成から増えていない。空気圧縮機は、 HB2000 から低層音系の HS20 に変更されている。第7編成には落成時から車椅子スペースが設置されている。ドアエンジンが再び変更され、第2から5編成よりさらに静音系のものになっている。太陽山線の営業列車は統計列のみの運行となっている。全般検査等の重要な検査を実施する際は、東海道本線。 小田原三島間で、公衆鉄道車両輸送列車が運行され、寸ン線、大場駅に所在する、大場工場に入場する、大遊山線車両の紹介伊豆箱根鉄道。ありがとうございます。